湯沢小勝広域市町村県組合は、秋田県湯沢市、小勝群五町、東成瀬村の一市一町一村で構成する一部事務、組合。出展、消防及び、救急業務に関することごみ処理施設の設置及び、管理運営資料処理施設の設置及び、管理運営火葬場の設置及び、管理運営広域医療システムの整備に関すること。 養護老人ホームの設置及び管理運営障害者、支援施設の設置及び、管理運営広域図書館システムの整備に関すること、広域老人福祉センターの設置及び、管理運営広域交流センターの設置及び、管理運営家畜保冷センターの設置及び、管理運営介護認定審査会の設置及び、運営障害支援区分審査会の設置及び、 運営介護保険事業に係る主治医に対する意見書の提出依頼及び回収に関すること、介護保険事業に係る面接調査結果の電算処理に関すること2019年7月1日、現在2019年7月1日、現在2019年7月1日、現在湯沢五月広域市町村県、組合消防本部は秋田県湯沢市。 小月郡宇ん町、東成瀬村を管轄する、消防部局。出展、消防職員の実員は156人である4月1日、現在、管理者部局の職員定数は43人である。出展、ありがとうございます。